若林ただし、若林ただし、若林ただし、1908年3月1日から1965年3月5日は、アメリカ合衆国ハワイ準州、生まれのプロ野球選手、投手、監督。範囲移民の日系2世。アメリカ名は、ただしヘンリー若林、ただし、ヘンリー若林。ジャズミュージシャンの塚見健太は孫。 1908年3月1日ハワイ準州、オアフ島は日和で出生。9人兄弟の5番目の三男。父親の第二、広島県足名郡、土手村、現、福山市からハワイへ移民しており、父母ともに広島県足名郡生まれの日本人。両親は日本を主な取引相手とする、雑貨貿易商を営む傍ら、パイナップル缶詰会社を経営すると、 事業で成功し裕福な家庭で育った。国籍はアメリカ、日本の二重だったが、1928年に日本国籍を一旦離脱。日系外国人に退去命令が出された1941年に日本国籍を回復、アメリカ国籍から離脱した。愛称は、ボゾ、ボゾ。寺に預けられていた、坊主頭時代の、坊主が生まったとも、 年の割に老けた若林の外観から理科の産毛を意味するスペイン語、ボゾに由来するとも言われる。マッキンデーハイスクール時代はアメリカンフットボールに熱心だったが、試合中に頭を蹴られ2ヶ月の大怪我をする。以後、両親からアメリカンフットボールを禁止され、次にベースボールを始めた。元は保守だったが、マッキンデーハイスクール時代の一学年上の田中、吉尾にはかなわず、 田中から投資転向を勧められ、上段から投げ下ろす強し速球を武器とする A となった。1927年、ハイスクール制ながら実業団チームのメンバーに選抜され、親善試合のため来日。当時日本にはまだプロ野球が存在しなかったため、東京六大学が相手を務めた。若林の存在はたちまち話題になり、東京六大学のうち特に法政大学。 旧姓が熱心に勧誘した。若林自身も、両親の母国である日本に、敬愛の念を抱いており、法制入学は決定かと思われたが、大学に入学するには、手続き上日本の旧姓中学を卒業する必要があり、同年7月のハイスクール卒業を待って、再来日させ、9月、横浜の旧姓本目中学校、現、 横浜高等学校に4年生として編入学させた。若林には、アメリカの AAA、サンフランシスコシールズからの誘いもあった。1929年3月に卒業。同年4月晴れて、法政大学余科に入学となった。当時の東京六大学野球は、総計の2強が争っており、対して、法大野球部は弱小チーム。 若林の右腕にすべてがかかっていたが、一年目はハワイと日本の野球の違いに戸惑い、好結果を残せなかった。1930年徐々に適応してきた秋のリーグで、放題は念願の初優勝。エースとして存分の働きを見せた。3年生となった1931年秋、肘、肩を痛め、サイドスローへの転向を余儀なくされる。これにより、 豪速球を失い、変化球とコーナーワークを磨くことになる。1932年4月に、本科経済学部に進学。この年の周期リーグ戦で2度目の優勝を果たす。1933年1月15日、東北の大不の本負けの出である妻、坊王と、学生結婚し、原宿を穏やかだに今日構えていた。1934年通年に1シーズン全15戦の、 試合形式に変更され、放題は、主力が大量に卒業し戦力が低下。若林が、全15戦すべてに登板し、11勝3敗1分の、個人成績イコールチーム成績を残すという、空前絶後の働きを見せ、3度目の優勝に輝いた。リーグ戦、通算87試合、史上最多、43勝、史上4位。リーグ初の40勝28敗。 このほか、隠し玉をプロ野球で初めてやったと言われる、狩田久則にやり方を教えたのは、大学時代の若林という、同年、同校体育会アメリカンフットボール部の創設に、携わる。1935年3月、放大を卒業。4月、知人の紹介で日本コロンビアに入社。ビジネスマンとして働く傍ら同社の実業団、社会人チーム、 川崎コロンビアにも参加し野球を続けた。給料は当時の一流会社の重役以上の500円と破格だった。1935年7月16日に東京巨人軍が米国遠征から帰国し、阪神電鉄をはじめとする各企業が職業野球球団を設立。若林のもとには巨人、阪急、タイガースが勧誘に訪れた。 最初に来たのは巨人だったが、月給150円を提示され、プロ野球が流星に向かうように持っていく自信があるが、それにしては、金額が安すぎるとして、巨人の勧誘を断る。次に阪急とタイガースが来るが、若林は当時日本になかった、概念、契約金、1万円を要求。8月、第9回都市対抗野球大会で、決勝戦進出、東京クラブに敗れたが、 最優秀選手に選ばれる。1936年1月9日、阪神がこれに応じて契約をまとめ、若林は本契約書サインを持ってタイガース、阪神に入団した。若林は妻の実家も裕福で、前日のようにハワイの実家も事業で成功していたため、父親から野球をやらなくても食えるようにしてやっている。 ハワイに戻って来いと催促されたが、人の援助はもう受けたくない。アメリカの野球選手は、立派に一流の社会人として成功している。日本だって必ずプロ選手としてやっていけると、確信して、タイガース入団を決意した。プロ野球は最初は、非常にうばらの道であったが、若林は、将来最も有望な事業であると固く信じていたという。 タイガースは1936年の背番号を色波順に定めたが、若林はこの順番とは違い18番だった。若林は本来4番をつけるはずだったが、4は縁起が悪いため、空番号のうち1番、若い18番をつけることになったのが理由である。若林が18番をつけてエースとして活躍したことで、エースナンバーが18と言われるようになる。 タイガース入団時すでに28歳になっていたが、投手寿命は非常に長く45歳まで現役を続け、一リーグ時代の技巧派の代表的投手とされている。七色の変化球、ストレート、カーブ、シュート、スライダー、シンカー、ドロップ、ナックルと呼ばれ、ナックルを初めて投げたとも言われる。だが、普段はそれほど多くの球種を投げておらず、ほとんどはストレートとカーブで、 それを、請求力と緩急によって投げ分け、打者を減惑させた。コントロールに優れ、わざとコースを3つ続けて外して3ボールとし打者の打ち気を外してから打ち取ることを楽しみにしていた。特に絶妙のコントロールで、低めで変化させる球を持つことが、長く勝てる理由だとも述べている。1年目は10勝、1937年、2年目は17勝を、上げる。 この頃は彼より若い西村幸夫や三瀬の高雄の方が活躍していた。秋シーズン前に肩痛が悪化する。3年目の春シーズンは戦線を離脱して治療に専念し、秋シーズン終盤に復帰した。4年目には前世紀に入り、自己最高の28勝と勝率、防御率のタイトルを獲得。以後シーズン20勝以上を6度記録し、 ビクトル・スタルヒミや野口二郎と共に、戦中から戦後復興期の日本を代表する投手として活躍を続けた。彼は選手権人監督に就任した。戦前最後のシーズンは35試合しか行われなかったが、そのうち31試合に登板して、阪神を優勝に導き、最多勝ち、勝率1位、防御率1位と MVP を獲得した。 この年の阪神のチーム勝利27勝のうち8割以上の22勝を稼ぎ、2位巨人のチーム勝利19勝より多かった。36歳で開幕を迎えたシーズンの最多勝獲得はの下柳津義、阪神と並び史上最年長大機である。また、14試合連続登板の日本記録も残している。終戦後は、妻の故郷である、 宮城県石巻市で水産会社の社長を務めていた。プロ野球再開で復帰を要請されたが、年齢も40に近く、会社も軌道に乗っていたため当初は復帰を拒否した。しかし戦時に何度も招集された藤村文夫が体がボロボロになりながら監督兼エースとして投げている、などと聞き心を動かされ復帰を決意したと言われる。2、監督兼選手に復帰。 11月3日、対中日戦、高楽園球場の延長10回裏一市から、9円当番、11回表に、味方打線が勝ち越し点を奪い裏を若林が占めて、ゲームセット。勝ち投手となり、スタルヒンに次ぐ200勝目を挙げた。このシーズンは26勝を挙げて、優勝に貢献し、2度目の MVP に選ばれた。この年39歳で20勝投手の最年長。 記録である。1948年3月、若林は自身が監修、発行人となり大阪で雑誌、ボールフレンドを創刊。また子供のために少年ボールフレンドを発行した。同年、タイガース子供の会を個人で立ち上げ、少年野球の発展ひいては、阪神ファンの開拓に尽力した。41歳で15勝を挙げ、この年まで、 阪神在籍13年で501試合に登板し233勝を挙げた。この数字は現在も阪神の投手最多勝を記録である。この間、1940年から1941年は助監督を1942年から1944年、1947年から1949年は監督を兼任している。 二リーグ分裂に伴い、パリーグの毎日へ移籍した。彼は、以前から二リーグ正論者であり、1949年に始まった、プロ野球再編問題に際しては、阪神と毎日を中心とする新リーグ設立を積極的に支持していたが、結局阪神が巨人と同じリーグに残ることを決定したため、フロントとの対立が深刻化した結果である。ベッドをかおる。 土井が北景子、郷正幸らも行動を共にして、阪神の弱体化を招いたため、阪神サイドから裏切り物扱いされて長らく、そのイメージが付きまとうようになった。だが彼にしてみれば、二リーグ制の確立に貢献したいという信念に、基づく行動である。水原茂は、プロ野球司祭発掘の中で、若林は、考えが、進歩的で、アメリカ式の価値判断で物事をやっていく。 日本式の義理人情じゃない。阪神には義理を感じてなかった男です。我々は入団当時、プロの初期の時には、月給いくらと決まって、それっきりで行った時代です。ところが、若林はちゃんと計算して、月給いくらよこせ、いくら契約金くれということで入っているんですよ。新しいリーグができる。それじゃあ新しく、変わった新天地で、 自分を高く評価判断して買ってもらおうと、すぐ割り切る男ですよ。だから、半身で相当もらっていても、それは別として、毎日から評価を受けて買われるとなると、パッと切り替えるんですよ、などと述べている。すでに42歳になっており、選手としてはシーズンをフルに戦える余力はなかったが、11月12日の対近鉄戦では、最年長完封勝利、当時を果たしている。 同年の第1回日本シリーズ第1戦に自ら志願して先発。老練な投球内容で日本シリーズ最初の勝利投手となり、毎日の日本一に貢献した。第6戦に2番手投手として登板した際、その試合ですでに2本の本類打を放っていた岩本義行を虫万類から敬遠した。万類での敬遠は日本プロ野球史上初である。 リーグ公式戦では1975年に広島中日戦で記録されたのが最初。岩本自身がノーアウト満塁で敬遠なんて自分の長い野球生活でも後にも先にもないと驚く作戦だった。は、白星ゼロに終わり、よくは登板もなく引退同然の状態であった。は、2試合に登板したが、これは通算脱三進数が それまで999個だったので、1000個にするためだったと言われる。黒星1個、自責点8と引き換えに、三振1個をもぎ取り、同年正式に現役引退を表明した。毎日時代も監督を兼任していたが、1950年から1952年は、総監督の湯浅貞夫が実績を取っており、若林はヘッドコーチ的な立場に過ぎなかった。 なお1952年は平和大事件の責任を取ってシーズン途中で二軍監督に降格している。1954年には毎日の営業担当取締役に就任するが一年限りで退職し、トンボのヘッドコーチに招かれる。しかしチームは記録的な負け数を喫し一年で退団した。この後一旦プロ野球を離れ、日本ペプシコ社長やアメリカのテレビ映画、 ローハイドなどを輸入し、PCA ジャパン日本支社長につき、その傍ら毎日放送を、MBS テレビ MBS ラジオの野球解説者としても活動した。2、対応の二軍非常勤投資コーチとして球界に復帰、は、西鉄のヘッドコーチに就任。トニーロイ、ジム・バーマ、ジョージ・ウィルソンら3名の外国人選手を西鉄に紹介。また、田中務、安倍和春。 和光忠夫、畑孝行、井上雄ら若手の投手陣を指導し、長らく稲尾湧和人に頼った西鉄投手陣の立て直しを図った。西鉄は南海に十四4 5ゲーム差をつけられたが、これらの選手が活躍してゲーム差を逆転し10月21日にリーグ優勝を達成。若林の手腕は高く評価された。2は野球伝道入りを果たす。しかし11月に、 末期の遺願が判明し、同年限りで西鉄から退団した。ただし妻の不の意向で妻と当時の西鉄監督だった中西太氏以外には事実が伏せられたため、チームの不審の責任を若林一人に追わせたとして、西鉄球団や中西が非難される事態となった。1965年3月5日、57歳で死去、プロ野球層が行われ、 最後まで病床で現場復帰を懇願していた中西が後に語っている。没後の2011年3月4日、阪神球団がチーム内において優秀な社会貢献活動をした者を表彰する若林忠師賞を創設することを決定。2011年シーズンオフから実施することを明らかにし、7月21日に阪神から正式に発表された。 毎年11月の優秀な社会貢献活動をした。選手は11月の球団農会などにおいて、記念立てと表彰金100万円、活動支援金100万円がそれぞれ贈呈されるほか、阪神甲子園球場内にある甲子園歴史館に、賞のコーナーを設置して検証される。なお、監督、コーチフロントなどから、若林忠だ賞特別賞を授与する場合もある。 同じくして2011年4月8日から7月31日まで甲子園歴史館にて企画展初代エース若林忠とスケット外国人列伝が開催された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。